はい、ということで、ダンサー第3回、キングダムハーツ、この前の続きからやっていこうと思います。グーフィーとドナルドと同じとこに飛ばされたと。こんなの見たことない。外の世界。これが外の世界なんですね。いろんな人いて、モーグリとか、ファイナルファンタジー知ってる人は分かるんじゃないかな。全部学んだから大変こう、とかあって痩せることはない。いつか行けるようになる。話が進むといけるようになると、ここのね、宝箱ね、確か開かないんよ。そう、なんか仕掛けあるんですよ。これは後々悪気が入るとか、アクセサリーショップ。鍵じゃない、空だ。してるぜ。なんだ、トラバースタン、シド。これもね、ファイナルファンタジーに出てくるんですよね。お前さんがいた島じゃねえのは確かだ。ヒクトパイリア探してみるよ。困ったところはシドさんのところに。いや、ここはアイテムショップみたいな感じで買い物できるんですよ。これとかでなんか防御力とかいろいろアップするんですけど、今は確か1問だったんで何も買えません。セーブだけします。はい、セーブ終わりました。多分ドナルドとグーフィーの後についていくのが正解ね。で、あのあいつらもなんかレオンを探したって言ったけど、レオンもあのファイナルファンタジーに出てくるめっちゃかっこいい登場人物。名前は、まずリクルから言わなくていいか。お楽しみにして。あと、このチャリンチャリンって言ってるこのひし形のやつはお金だから、これお金集めたらさっきのいろんなやつが買えるようになる。でもこれも1個倒しても1万人しか変わんないから。これこういうのまめにお金は取っときたいね。これなんだっけ、なんかあるんだっけな。この後どこ行けばいいか全然覚えてないわ。こっちかな、こっちは。じゃあ開かない。うわー、入れ違いね。常に世界の情熱に巻き込まれ、99匹のコインたち、101匹ワンちゃんの子供を探そうってやって、かわいそう。お父さんとお母さん2匹しかいなくて、子供世界中に散りばめられてるっていう。だからこれもなんかサブクエスト。そのうち犬で多分いっぱいになるんで。何個あんの、山に。なるべくサクサクで倒したいですね。サクサクでストーリー進めていきたい、なるべく。あ、そうだ、覚えてるぞ。確かこれうわ、なんか思い出した気がする。ここのなんか上の店入ったら確か宿屋で、いや、こっちやね。そう、確かここで、あれどこだっけ、なんか今入れない。いや、ここで出会った気がするんだよな。ここかな、違うわ、全然違った。ちょっと倒したい。なんかあの感じだとレベル上げないと下手くそだから、めっちゃ死にそう、これ。で、こっちが3番街か。ここで、ああ、アイルになんないって、これ。待って、来てるやん。ここ。
決まったか。さあ、はっ、ヘア、攻略プレイみたいな感じ。さあ、そりゃ、この感じだったら俺全然覚えてないな。えっ、さあ、いけ、えっ、いけ。どこだっけな、行くの。ああ、そうだ、ここはなんかまだ仕掛けがあって入ってないやつだな。じゃあこっちか。今入れない。え？ピンポン。これ6体出てる。いやー、どこだっけな、どこで会うんだっけこれ。まだか、でも次ぐらい大丈夫だなこれ。うわー、ちょっと長いんでカットしてるかもしれないですこれ。違いみたいなのを何回もすればいい気がする。ちょっと会うとこまでカットしてるかもしれない。奴らはどこにでも現れる。誰だ。逃げ回ってもすぐに追いつかれる。お前がキーブレードを持っている限りな。しかし子供とはな。あんたに子供扱いされたくないね。悪かったな。キーブレードを見せてくれないか。お前もあいつらの仲間なのか。そうか、仕方がないようだな。え、俺これ戦うんやっけ、レオン。レオン爆発するな。めっちゃ勝てないな。この巻きイベントです、絶対勝てないです。ここで見つかるなんてラッキーじゃない、レオン。どうかな。どうやら状況は俺たちが思っていたより悪いらしい。あれがユフィ。あれもどっちもファイナルファンタジーのキャラクターで、まあ、ディスニーファイナルファンタジーだから人型は大体ファイナルファンタジーか。リクが飛ばされたけど、こんなんあったっけ。今勘のいい人ならあれだけで誰かわかる。誰もいないよ。君が悪いね。しっかりしろ。
なたたち、王様の？もう、そら、だらしないな。大丈夫？あいつらはね、君のそのキーブレードを狙ってるの。正確にはキーブレードを持ってる君の心をね。無事でよかった、カイリー。誰それ。私はかわいいユフィーちゃん。え？スコールが無茶するからだよ。レオンと呼べ。キーブレード。さあ、ちょっと手荒だったけど、あいつらを巻くには君がキーブレードを手放すか。お前の心を隠す必要があった。ほんの一時しのぎだけどな。それにしてもお前が選ばれし者とはな。あ、頼りないが仕方がないか。全然わかんないって。ちゃんと説明してくれよ。あなたたちのお城やこの町の他にもいろいろな世界があるのは知ってるわね。うん。でも誰にも言っちゃいけないんだよ。世界が交わること今までなかったから誰も知らなかった。でもハートレスが現れて事情変わっちゃった。ハートレス。ほら、君を追っかけてた奴ら。心なき者だ。奴ら人の心の闇に反応して襲いかかってくるんだよ。誰の心にも闇はある。お前も気をつけろ。ねえ、アンセムって人を知ってる？アンセム？ハートレスの研究してた人。その人のレポートにハートレスのこといろいろ書いてあったの。そのレポート見せて。あちこちに散らばっちゃってる。あちこち？いろいろな世界。おう、じゃあ僕らの王様はレポート探しに旅立ったかもね。早く追いかけなくっちゃ。そよ、その前に鍵。そう、鍵、キーブレード。鍵？これが？そうそう。キーブレードはハートレスにとって邪魔なものらしい。だから持ち主のお前は狙われる。俺こんなのいらないって。キーブレードが持ち主を選ぶんだってさ。諦めなさい。災難だったな。そんな、俺部屋でぼーっとしてたら。あ、俺の部屋は、家は、島は、リク、カイリー。誰にも何とも言えないことだ。っていう感じっすね。ちょっと一回ここでセーブしまーす。じゃあ今回はここでキリがいいんで、まあこのキーブレードが何なのかっていうのも多分次わかるんかな。で多分ドナルドとグーギーともそろそろ会えると思うんで、じゃあ第3回はこれで、また次の動画でお願いします。じゃあさようなら。